シナナコとアタナシア・アレクソ・パウロスは、カナダのプロレスラー。カナダのアトランティックグランプリレスリング、NCW フィメス・ファタレス、米国のオ米、ベ、シマー、アイルランドのイーワなどで活動している。高校時代にスコット・ダモールが主催する、プロレス工業を観戦し、プロレスラーを志す。デイブ・ダルトンの下で3ヶ月間トレーニングを積み、ケベック州ラシュートの上でデビュー。 ウアのリングに数試合出場後、b c w 及び SW に参戦。2006年、グランプリレスリングのエミール・デュプリにビデオを送り、2006年5月から8月にかけて同団体のツアーに参加。2009年9月5日、NCW フィメス・ファタレスデビュー。デビュー戦は、アディスターに敗れる。2010年2月6日、2度目の試合でカレン・ブルックスに勝利。 2006年、当時 WWE 参加だったオベのトレーニングに招待される。12月6日、オベデビュー戦として、セリーナ・ディーブと組オーディブ、ベス・フェニックス組に勝利。2007年5月11日、セリーナ、ビクトリア・クロフォード、マリース・ウェールと組ベス、ケイティ・リー、ミレーナ・ナルッカ、ジェニファー組に勝利。翌日、初のテレビマッチに出場したセリーナ。 ジェニファーと組むが、ケイティ、ベス、ミレーナ組に敗れる。2009年10月30日、WWE スマックダウンに、ジェニー・ブルックスとして登場するも、ベス・フェニックスとのスカッシュマッチで敗れる。NCW フィメス・ファタレスに2度参戦した後、2010年5月2.3日のシマー収録に参加。初スパークルでは、レバ・ベイツに敗れる。翌日には、アンナ・ミノウシカと組 pj, タイラーレバと対戦も敗れる。2007年10月、アイルランドの E は似て女子及びミックスに出場。イギリスの BTW にもミス・アンシアを名乗り参戦。2010年初頭には、レーベン、スコッティにホッティ、ユージン、ビリーガンと共に、韓国遠征。2012年初来日。10月7日の女子オンホープにて中川智香と組、大川由美。 ナルミヤマキに勝利。14日、スターダムに初参戦、松本博夫と組、紫がみなりよ、ベーダスコットを破る。ありがとうございます。